大体から神山に行くのにも不便なところを月に一つ早く早くと言っても神山に駅を作っても早くなるはずがないではない。もともとリニアのこの構想はドイツなんかは早くもう早くから撤退をしてきた企業でございますが、安倍政権になって安倍さんが国のお金を入れるように続けました。3兆円財政投入を決めました。そうしましたら国民にしっかり説明もしないままにあれよあれよという間に事業が起こってしまっています。大震度地下を新幹線が走るわけです。危ない。しかも電気をよく食う原発一気分電気が必要。もちろん環境問題も深刻に残っておりまして、土砂を地下を掘って発見した土砂を掘る場所がない。そんなことまた2月これが枯渇をしてしまっている。皆さん大体から南アルプスに穴を開けるというわけです。とんでもないことではないでしょうか。改めてそういうものを三重県に持ってくる夢のプランを進めるのではなく、皆さん今一旦止まってまっしゃるのは免許返上してお買い物にも行けない病院にも行けないお年寄りではない。皆さんこういう地域の交通公共交通を守ることこそ必要ではないでしょうか。大規模な事業に移を目指しているよりも身近な公共交通を守るようにしなきゃならない。バス路線が県の補助金をやめたためにどんどんと廃止をされ不明になっている。そういうところにしっかりと公共交通網を張り巡らせるのが県政の大切な役割だと私は思っております。どうぞそのように流れを変える岡野恵美をよろしくお願いいたします。さて3つ目の県はこの間からだいぶ雨が降って被害が起きております。いつ線状降水帯が発生して雨がこの三重県の我々を襲うかも分かりません。地球規模の環境破壊による地球温暖化の影響です。根本的には環境をしっかり CO2 をなくすようにしなきゃならない。地球温暖化対策をしっかりとやった上でそれでもなお防災対策に力を入れなければ土砂崩れが起こりました。熱海でも皆さん思わぬところに災害が起きるわけである。しっかりとそれに対する対策を立てる県の予算を使う。大変有権者たちのこの対策などは遅れたまま済まそうとしています。とんでもありません。私は災害が起きた後も問題だと思っております。災害が起きて復興しようと思ってお金が知りますが10万円未満にくれるだけです。ところが愛知県や岐阜県などは100万円の未満金があります。夏場なるわけです。三重県は10万円あまりにも少ない。これを増額してまいります。また住宅が壊れたときに借金をまた抱えることになります。再建をするのにお金がかかります。100万円ですが200万円ですと話ではありません。500万円最低でも住宅を再建するための支援金をそういう制度も作ってまいります。皆さんいざという時のために準備をする、そういう県政に変えようではありませんか。さて4つ目の県政の転換、これは国新潟の県政ではなく、ダメなものはダメと国にはっきりとものを言う指示を作っていただきたいということです。皆
皆さん今社会保障の分野はどんどんと後退し続けております。三重県民生費は全国順位でどんなんかと言いますと全国35位。お金がないかというとそうではなく、財政の力はなんと15位というような財政力を持っております。お金の使い道が違うわけでございます。国の社会保障の削減は国民健康保険料を非常に高くなって支払わなきゃならなくなっております。介護保険料なんかも非常に高いわけでありまして、着消費税を社会保障に出すと言っておりましたら、今度はなんと病院のベッドを減らすために消費税を使うというわけです。全く逆ではありませんか。私は国に対してもはっきりと物を言い、そして三重県で落としている社会保障のお金をしっかりと確保して、皆さんの暮らしを守る、そういう政治を作っていきたいと思います。今、弱肉強食の経済体制ができました。非正規の労働者が増え続けております。一生懸命働いても非正規で将来見通しが立たない状況、強い者勝ち、お金のある強い者はどんどん大きくなるけれども弱い者はいじめられっぱなし、こんなことおかしいと思いませんか。根本は国の悪性の繁栄ですが、それをそのまま受け取っている三重県政をこそ変えていかなきゃならない。ありがとうございます。私岡野由美はそういった転換を図ってまいります。そして皆さんの暮らしを守るために、子どもさんの医療費の無料制度、ちょうど10年前に私は知事選挙に出たときに、中学校を卒業するまで窓口でありがとうございます無料を失礼、このように公約をいたしました。私は知事にはなれませんでしたけれども、こういった訴えが広がって今四日市でも子どもさんの医療費の窓口無料、中学校卒業するまでできているのではないでしょうか。ところが三重県は小学校へ入るまで、しかも限定的で所得制限がついて窓口無料になった。各自治体では窓口無料、中学校卒業するまでするならやっぱり一本化して県でまとめてやってほしいと言っております。そういうお金を皆さん県で出そうではありませんか。また障害者や一人親世帯の皆さんの医療費の窓口無料は実現できていません。これを実施いたします。高すぎる国民健康保険料、一世帯1万円引き下げるために頑張ってまいります。どうか皆さん、私の岡野由美を知事に押し上げていただいて、この4つとの転換をさせていただきますように心からお願いを申し上げます。大変暑い日が続いておりまして、熱中症の心配があります。どうぞ気をつけていただきますように、それでも気をつけていただきますようにお願いをいたしまして、長くなりましたが私岡野由美の時間を終わらせていただきます。ありがとうございました。